なんで手記なんか書いたの?本当にはいつか読んでもらうつもりやったさかい。南京に戻ることになりました。私、行きます。うちを雇ってもらえないでしょうか?働かせてください。 戦争という時代の波に翻弄されながら嫁はんの里を当てにするような向こうに見下される覚えないけ。もうええ、家族4人で暮らそう。2人は中国そして日本各地を移り住み、貧しくも明るく生き抜いていった。 勝たなきゃダメなんだ。待って、父ちゃん。父ちゃんとおったらうち楽しいよ。親から子、子から孫へ受け継がれるある家族の愛の実話。ありがとう。幸せだったよ、お前と結婚して。いつまた君と。